これもう麺がね全部スープを持ち上げてくるんで、自然とスープがなくなります。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。きらめきの鳥へおいでやす。どうもMr.京都アッキーです。はい、本日は2023年度きらめきグループアンバサダー企画11月の第11弾です。はい、ということで本日はきらめきの鳥富士牧島店からお届けさせていただきます。ほんで今月ご紹介させていただくラーメンはこちら富士牧島店でいただける限定メニュー、きらめきのラーメンの中でも最も濃度が高くて、もう農耕民族にはたまらない、はい、むちゃくちゃ美味しいラーメンが復活いたしました。その名も極濃鶏白湯ラーメン GTR というラーメンで、ほんまにねむちゃくちゃ美味しい、これでもかっていうぐらい鶏のパンチが効いた、こってりラーメンになっております。そちらのラーメンを今からご紹介させていただきたいと思います。僕も大好物なんで、はい、むちゃくちゃ楽しみです。ということで今から向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレスゴー、行ってきます。完成したらやってきましたよ。こちら僕の鶏白湯ラーメン、はい、最強濃度を誇るラーメン。このラーメンがこちらきらめきの鳥宇治牧島店でいただけますんで、今から食らっていきたいと思います。駐車場もたくさんありますんで、ぜひご家族でご来店いただきたいと思います。行くよー行くよー。うわ久しぶりやな、うまそうやな。こんなデラックスバージョンまでできてるで、これこれがノーマルやね。ほんで肉だく、あーうまそうですよ。こちらの限定メニューですね。これです GTR。 こちらからご注文いただきたいと思います。これはほなこれいくかで、トッピングも選べますんで、はい、がっつり食らってください。皆さんぜひね、もうご存知かと思いますが、アプリきらめきアプリご登録いただきましたら、こういう形で、はい、ポイントついて、商品ゲットできますんで、ぜひご登録ください。なんとお子様ラーメン100円です。ぜひご家族でご来店ください。アプリポイントは券売機の横で、はい、こういう形で自分でスタンプを外します。今月は僕ももうほんまに大好物の、はい、最強濃度を誇る極濃鶏白湯ラーメン GTR、 こちらをご紹介させていただきます。めちゃくちゃうまいですよ、ほんまに。これはねぜひまだ食べたことのない方はぜひ食べていただきたい。現在きらめきのグループの中のこちら宇治牧島店限定でいただきますんで、ぜひ食べに来てください。それでは実食していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたら来ましたよ、最強濃度極濃鶏白湯ラーメン GTR。 もうむちゃくちゃいい香りしてるよ、もう鶏のいい香りしてる。こちらです GTR 来ました。今日はせっかくなんでデラックスで注文させていただきました。デラックスにするとですね、この肉だくのこのごっつい肉、これとキムチ、だと海苔と味玉、こちらが追加でついています。んでなんとこのラーメンにはこの台湾ミンチ、台湾まぜそばの台湾ミンチ、これも乗ってるんですよね。これがね、さらにうまみが広がって最強です。ほらいくぞ。ちょっとまず濃度、皆さん濃度見てください。最強濃度どうですかこれ。うわー、うまそうですね。めちゃくちゃうまそうですよ。じゃあ食らっていくよ。いやー、来ました、復活 GTR ですよ。僕もね、このラーメンを初めていただいた時はかなり衝撃を受けまして、感動したことを覚えてます。じゃあいただきます。このうまいですよこれ。うまい、最強やこれ、最強濃度。鶏のうまみが広がるね、口の中に。むちゃくちゃうまい。いやー、ここまで鶏が感じられるラーメンはありませんよ、ほんまに。お肉もこんな感じで、これですよ。贅沢じゃないですか。じゃあ普通のチャーシューからいきます。普通でもこんな大きいチャーシューが入ってますよ、これ。いただきます。めちゃくちゃ肉々しいチャーシューでうまいよ、ほんま。このレアチャーシューの中ではナンバーワンですね、テラメスさんのチャーシューは。で、キムチ。いいね。はい、そしたら皆さん、続きまして、こちらがおなじみのきらめき名物、北海道小麦 100% 自家製麺になっております。きらめきは麺が命、この麺がむちゃくちゃうまい。これに絡んでくる濃厚鶏白湯、これですよ。これはもう至福のひとときですよ。もう飲まなくてもスープがね、なくなるやつですよ、これ。むちゃくちゃ絡んでくる。ちょっとこれ見てもらえ、むちゃくちゃ絡んでくる。もう飲まなくてもスープがなくなるやつですよ、これ。この濃度、これ。もうさらに濃厚になっていきます。はい。これは熱いね、これは。いくよ、麺バーゲームじゃ。うますぎますね。風味豊かな小麦感しっかり漂うこの自家製麺と、この濃厚鶏白湯スープが絡むとき、必ず皆さん幸せが訪れます。ほんまにやばい。もう香りが全然ちゃう、麺の香りがね。ほんでこれね、このチャーシュー、デラックスチャーシューです。まるで豚のステーキ。こちらラーメンの味変、僕のおすすめ。もうシンプルイズベスト。ブラックペッパー、レッドペッパー、もうこれだけで十分です。もうむちゃくちゃ美味しい。鶏感を楽しむならこれだけで十分です。もう濃厚すぎて混ぜそばになってしまいました。この台湾ミンチ、これ絡んでたまたうまいですよ。台湾ミンチ、これが十分味変になります。この GTR を食べたら他のこっていうラーメンは食べれない。この味玉も最強ですよ。これ卵黄のとろけ具合見てください。うわ、プチッと出てきた。プチッとね、出てきました。最強味玉。うわ、その濃度ですよ。うまい。食べ進めていくとほんまにこれもう麺がね、全部スープを持ち上げてくるんで、自然とスープがなくなります。締めはね、これ白飯を投入しても美味しいんですよ。これこの濃度、これやばいでしょ。もうチャーシューをくるめて、あ、全部食べました。いやー、うますぎましたね。もう久しぶりにいただきましたけど、かなり感動しております。もうこのね、僕の鶏白湯食べたらね、もう他のこってり食べれなくなります。それぐらいうまいんで、はい、皆さんぜひね、未食の方は食べてみてください。きっと中毒間違いなしです。はい、むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、ごちそうさまでした。本日はきらめきの鳥宇治牧島店の限定、はい、極の鶏白湯ラーメン GTR、 久しぶりに食らってきましたけど、感動しました。ほんまにもう濃厚民族にはたまらない一杯になっております。ここまで鶏感を感じられるラーメンはまずありません。はい、ほんでこの自家製麺ともむちゃくちゃマッチして、はい、しっかり絡んで旨味がアップしますんで、ぜひ皆さん食べに来ていただきたいと思います。ということで、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してまーす。ありがとうございました。では次回、12月のアンバサダー企画でお会いしましょう。美味しかったです。ありがとうございました。